皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは最近もらったハガキからというテーマでお届けいたします。この時期になりますと、今日はですね、7月の29日ですが、初中お見舞いのハガキをいただくことが多くなってきました。最近1週間ぐらいで2、4、5通ほどね、こういただいたんですけども、その中で、秀逸のものをですね、紹介したいなと思っておりますが、例えば、こちらですね、はい、初中お見舞い申し上げますということで、まあ、この辺はね、こう、パターン化されてるんですけど、ここですね、ここのところが、手書きになっておりまして、いつもおはがきありがとうございます。長谷川様のご活躍とご健勝をお祈りしておりますというね、まあ、こういうものがこうパーソナルメッセージで添えられています。で、こちらはですね、日刊工業新聞社の新潟支局の丸山様というですね、女性の方ですね。まあ、こういったもの。あと、こちらがですね、すごいんですね。しょっちゅうお見舞いでも、オール手書きで来ましたね。はい。こちらはですね、鈴木真嗣夢オフィスというね、代表の鈴木真嗣様からいただくんですけども、もう鈴木様からよくハガキをいただくんですけど、全部ですね、こう手書きなんですね。これはですね、かなりインパクトに残ります。そしてまあこんな感じでね、こう、顔写真も入ってるということで、まあこのようなハガキをこう書いている方もいらっしゃいます。そうですね、皆さん方もそう、ハガキを書く機会っていうのは昔に比べれば、随分と減ってるのかもしれませんけども、ハガキっていうのはやっぱりですね、手書きでこう書くと個性が出る、そしてですね、気持ちが伝わりやすいっていうのがございますので、まあ、ぜひですね、全部とは言いませんけども、月に3通でも4通でも、まあ、1通でもいいです。これはという人には手書きのハガキを書いてみてはどうでしょうかということなんですね。その辺の、じゃあ書いてどうなるんだということなんですね。その辺のメリットとか、まあ当然デメリットもあるわけです。その辺について詳しく知りたいという方はですね、私にですね、メールをいただければ、どうやって伝えようかな。なんかこう伝える手段をですね、考えたいと思いますので、ハガキに対する、ご質問がありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。